はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、ついにドレミコードちゃんの大新規がやってきましたので、ドレミコードデッキをね、使っていこうと思って今回は組んできました。ペンデラムテーマの中では、まあ、ある程度わかりやすいテーマになってまして、ドレミコードね、新規モンスターがね、このグランドレミコードクーリアさんって言うんですけど、めちゃくちゃでかいし、とても、まあ、優秀な効果をしてましてですね、まあまず作りやすい P モンスターを含むモンスター2体以上で作れて、で、打点が上がるよっていう効果と、あとリンク先の P モンスター画像した効果、動かさないっていう効果があって、まあ、これでハオーリーの魂から出てきたザークとかとコンボすると面白いんですけどね、とか、効果入ったんだけど、とか丸三番の効果、これがね、まあ、めっちゃ強くて、一旦に一度相手が効果を発動した時に自分の P ゾーンの、P スケールが奇数のドルミコードカードをリンク先に特殊召喚して、発動を無効にすると、何でも効果ね、あのモンスター効果でもいいし魔法トラップでもいいんだけど、でその後デッキから P スケールが偶数のドルミコードを、エクサデッキに加えることができるよという効果を持ってまして、だから普通に一妨害になるということですね。グランドドルミコードクーリアさんが出てきたことによって、で今回はこいつを使って妨害作っていくんですけど、あのドルミコードも結局ね、あの他のペンデラムテーマと一緒で、動かし方はね、あの、エレクトラム出して、ビヨンド・ザ・ペンデラム出して、なんかそのスケール揃えて、まあ、いっぱい展開していくっていう感じの動きになってくるんですね。なんで、まあ、この辺の動きが入ってると、で、ね、新しく追加されたこの支援のトカイベさん、これがめちゃくちゃ強くてですね、まあ、今回採用してるんですけども、ちょっとあの動画見ていただければ動き方わかると思うんで、まあ、1戦目とかにやってると思うんですけど、支援のトカ姫が、まあ、効果モンスター2体以上で作るってめちゃくちゃ簡単に出せると、でね、これがね、自分の墓地から炎属性モンスター特殊召喚できるんですよ。炎属性縛りするんですけど、こいつがいると。これでね、エレクトラムをですね、蘇生できるんですね。で、エレクトラムって、名称指定単位値があるのが3番の効果だけで、あの、1番の効果とか、あの、単位値が、あ、違う、1番じゃねえ、2番の効果。2番の効果とか単位値ないんですよ、これ。あの、表側のカード破壊しながら、あの、P モンスター回収っていう動き。だこれをして、あの、2回、要は1ターンで、このカードの効果2回使って、ほら、あのスターブとかと、のと同じですよね。あの覇王剣竜スターブベノムとかと同じエレクトラム2回使うっていう、あの動きができるんですね。でさらに、トガ姫が墓地に落ちてるっていう状態を作っていくと、でトガ姫が墓地に落ちてると、これ墓地で育てる状態で相手のフィールド上にモンスターが特殊召喚された場合、自分のフィールド上の炎属性モンスター1体と相手のフィールドのモンスター対象に破壊しながら自身特殊召喚できるよっていう効果がありまして、このトガ姫のあの蘇生効果プラス破壊効果がピットライトアーリーとめっちゃ相性よくてね、これリンク展開していくと大体モンスターが余るからピットライトアーリー最終的に出すんですけど、ピットライトアーリーが炎属性なんですよ。で炎属性です、しかもこいつ破壊されるとエンドフェーズで戻ってくるっていう効果もあって、でしかもリンク先のモンスターが効果発動すると、相手の効果を無効にできるみたいな効果もあるから、これねめっちゃ強いんです。はい、だから最終盤面の説明をするとね、基本ムーブで、まあペンデラムモンスター2体の展開から、グランドレミコードクーリアが、いまして、でピットライトアーリーが、出てて、で、ペンデラムスケールにドレミコードモンスターで、墓地にトガ姫みたいなことができる。そうするともうここだけですでにですね、三妨害が構えられてて、グランドレミコードクーリアの無効妨害、それからまあ、クーリアちゃんが、ペンデラムスケールから出てきて相手のモンスターを破壊するっていう効果と、それにチェーンしてピットライトアーリーが効果無効にするから、まあ、これで、まあ、実質1妨害と、トカ姫の効果で相手のモンスターをぶっ壊しながら出てくるから、これで1妨害みたいな。だからね、ここでね、3妨害作れてるのがね、まあ、めちゃくちゃ優秀なんですね。で、やっぱその今までのドロミコードってほら、あのアポロウーサとか出して、なんか妨害構えたりしたんですけども、まあ、弱いじゃないですか、そのアポロウーサがすぐ殴られるから、なんかクッシャドリアとかにもね。だから、まあ、この辺を、まあ、その、妨害を散らしてね、用意できるようになったのはなかなか強くなったかなというところですね。で、デッキのね、その構築は、まあ、結構いろいろあるんでね、ドレミコードって。まあ、その、今回は、ちょっと強いところだけ、入れました、ドレミコード。まあね、結構ね、ドレミコードって本当にいろんなカードがあってさ、まあ、もちろんね、めちゃくちゃ強い、通れば、強いカードいっぱいあるんですよ。ムジカとか入れたかったし、本当はだったね。ムジカとか、あとシンフォニアとかも入れたかったんですけども、ちょっとね、この辺のカードって回った前提なのと、あと、やっぱその、発動できないパターンも結構あるし、ドレミコードって結構強いカードがね、限られてて、キューティア、ドリーミア、グレーシア、あと、クーリアあたりは結構汎用的でまあまあ強いんだけど、他のカードって割とね、やっぱね、その素引きしてもそんなに使いこなせない感じの効果なんでね、あとレベルも高いし。だから、今回はその強いところだけ入れて、ペンデラムグッドスタッフ系の出張パーツをいっぱい入れました。例えば、マスターケルベロスとか、
マサケルベースと、キングジャッカルのムーブね。これあのペンデラモンスターを召喚券使わず一体用意できるから、こことか、あと名推理、名推理はねこのデッキあのレベルバラバラだし、あの大体なんか出るんで、まあ、めっちゃ強いですね。しかもうらら組んでくれるし、で、あとディバイナー、ディバイナーはあのトリアスヒエラルキアからのリリースムーブで、天使族であるキューティア出せるんで、キューティアがまあ初動になるんでね。だからまあこの笑顔できるからこいつとか、あとまあ普通にその愚かな、埋葬とかから、あと竜の霊廟とかから、覇王剣竜ダークブルム落としたりデストロード落としたり、まあ、こういう動きをして、まあ、ちょっと展開力を増やしてあげるみたいな感じですね。でやっぱペンデラムテーマなんでちょっとね事故っちゃうんですよ。なんか誘発とか入れてると、手札誘発とかいっぱい入れてると一番初動じゃなくて、やっぱ結局なんか 2,3 枚で動いていくみたいなイメージのデッキなので、だからちょっとね今回は残念ながら増殖する G とか無限ホイールとかそういう汎用的な誘発が入ってなくて、まあ増殖する G を弾くためのうららと墓荒らしか入っておりません。申し訳ございません。入れてたら事故りました。手札誘発とか入れてたら手札誘発で相手の動きが止まるかもしれないけど、こっちも動けないみたいな話になっちゃうんで、はい、なんでなんとかして展開力で通していこうと思ってます。高校ちょっときついですけどね。まあ先行取れるとかなり強い展開できるんで、上振れによってね、まあちょっと1戦目の展開とかすごいから、よかったら見てください。デュエルスタンバイ。いやー、一番苦手とされている竜実況チャンネル一番苦手とされているペンデュラムテーマを回しているんですけれども、やっぱりちょっと将棋は合わないですね。展開むずすぎませんか。やっぱペンデュラムってなんか考えること多い気がするんだよな、本当に。もうヤタガラス前半ですし、ヤタガラスうおーって言ってるのはまあ楽なんですけどね。で割と考えると多すぎ、ちょっと僕には扱って当たった、やったラッキーで、ドレミコード、あ、ちなみにドレミコード君結構レベルバラバラなんで、なんか何言われても大体出てきますモンスターが。メイン推理めっちゃ強いです。で、ドレミドドレミコードキューティアちゃんの、効果によって、これはですね、ドリーミアですね、はい、キューティアを発動しておくとドリーミアが出てこれるっていう。でマサケルブロスの効果を発動して爆発して、いやいや、キングジャッカルで、キングジャッカルを、ペンタルスにセッティングして、でキングジャッカルの効果、爆発させてエクサデッキから、マサケルブロスを出す。これでね召喚権を使わずにペンテラモンスターみたいな分で エレクトラムが出るという話ですね。でエレクいっちゃってよいか、誘発なさそうですね相手。まあ、誘発なければね、まあ、動画的には、最大展開というか、まあ、理想展開が見せられるからいいかなと思うんですけども。で、これで、まあ、これはいつもの アストラムです。アストラムじゃねえ、あれ、アストログラフです。で、あ、これあれか、エレガントあんのか。エレガンス発動するか。エレガンス発動して送って、みたいな動きすればいいか。これでね、ちなみにペンデラム、モンスターエクストラに加えながらペンデラムスケール貼るっていう効果なんですけど、エレガンスはこれでなんかスケールを揃えに行く感じですね。でスケール1とスケール8貼ればいいですね。でエレクトラム効果発動してクーリアちゃん爆発させて、でアストロを回収して、でアストロ効果発動するとエレクトラム効果も発動して、これはまあペンデュラムテーマ触ったことある人だったら分かると思うんですけど、まあ、いつものムーブってやつですね。アストログラフエレクトラムの効果でポン出しして、でさらにデッキから回収していくと。これやっぱあれだよね、ビヨンドの効果によって結構スケールも揃えられるようになったし、割と、あ、いらねえな、今いらねえな。こっからはその時々に応じてなんか展開変えていく手札に何があるかって感じだから、まあ、分かんないんだけど、とりあえずビヨンド出して、でビヨンド効果発動して、ランク7できるようにしたいからね、これでいいわ。てかさ、これちょっと無地化抜いちゃったんだよな、さっき。やっぱこういう展開上振れると無地化欲しくなるんだよな。まあいいわ、でペンデラム召喚しましょう。でアストログラフと、それからこれ7にして出せるんで、デストルドがこれ割と相性いいですね。でドレミコードドリーミアちゃんも出していく。これなんか全部出して大丈夫かな。全部出したら、まあ、逆に今度ね、展開が過剰になりすぎて盤面が開かなくて展開できない時なんですよね。大丈夫かなこれ。割とさ、いつもさこの辺のさ展開アドリブだからさ、こうでしょ。ちょっと待って、集中しないとやばい。でちょ、くっちゃわせたらこれ間違えそう。ドリーミアで待ってね、グレーシアで、これでフィールド魔法持っていくじゃないですか。フィールド魔法どっちだっけ、ハルモニー、これ持っていくじゃないですか。
で、これ1体いらんかったな。とりあえずちょっと新しいモンスターを皆さんにお願いしていきましょう。あらあるよ。これが OCG とほぼ同時期に実装された最強のモンスター、支援のトガ姫ちゃん。えっで、支援のトガ姫の効果、自分の持ちからエレクトラを蘇生。こっち強いっしょ。こうするとエレクトラの効果もう一回使えるからね、採用で。エレクトラの効果、トガ姫を爆発させて、これトガ姫墓地を送っていくことが結構大事で、あのトガ姫墓地からの効果あるんで、まあ後で使います。で、アストログラフを特殊、フルルリン、よし。で、手札に加えていく。さらにドリーミアを、ドリーミアじゃねえや、クリアを手札に加えていく。これね、この動き強えよなマジで。でですね、こっから盤面作っていくんですけど、まあとりあえずですね、これも新規モンスター、これ召喚ムービーある、これ召喚ムービーある、もしかして、もしやの、カモン、はい、ないんかい。あ、ないんだ。で、ドレミコードハルモニアを発動して、で、ハルモニアの効果、ハルモニアの効果で、ドレミコードモンスターを回収。ドリーミアの効果まだ俺使ってねえよ。レベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れよ、オッドアイズアブソリュートドラゴン。そしてドリーミアの効果、ペンデラムスケールにドレミコードがいると特殊召喚できる。そしてオッドアイズアブソリュートドラゴンと、ドリーミアでリンク召喚。あ、てかドレミコードクーリア、あれだな、右側でよかったなこれ。まあいいや、多分右側のリンク先でよかった。リンク先っていうかエクストラモンスターゾーンで、アブソリュートの効果によって、ボルテックスを特殊召喚で、魔法カードを発動しといて、魔法カードのカウンターを貯めていくスタイル。 OK OK、 まあこれで勘弁しといてやる、今日のところは。で、そうでいらない、ちょっと、まあ、50秒しかないんですけど、もう大丈夫ですか僕。まあ一応30秒回復するんですけど、やばいっすこれ普通に。あの時間がなくて妨害吐きどころも間違えると結構タイムアップ負けあります。タイムレスコンボ爆弾する可能性ある、やばい。氷凍ウォーターフロット赤いやろ。いや、そのカード赤いやろ、絶対あかん、それは止めなければならないっておばあちゃんが言っていた。いや、ボルティックスにこれ吐かされんのうざすぎる。氷凍ウォーターフロント入ってる時どういうことだよ。さあ、キューティアをデッキに返しながら相手の発動した効果を無効にして破壊する。危ない、氷凍ウォーターフロント2枚目だけやめてくれ。キングジャッカルは魔法カードはずもう無効できないもんな。一応妨害すぎて結構あって、あ、リチュアアビス、あー、なるほど、リチュア、あ、リチュアデッキか。なんかアビスの効果を破棄した、もしかして。アビスの効果破棄、あー、破壊されるとうざいからってことかな。あーと、ジェット、いや、ジェットはさすがに無効でしょ。キングジャッカルの効果発動、キングジャッカルの効果によって魔力カウンターを2個取り除き、相手が発動したモンスターの効果を無効にし破壊することができる。バリ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 バチョーン、オッケー。さあ、意外とまだまだ妨害残ってますよ、ちなみに。なに強ない、ジェット、まあ、ジェット、いや、無効でしょ、ジェットとか。ジェットなんか無効だわ。グランドリミコードクーリアの効果発動、グランドリミコードクーリアの効果によってペンデラムスケールの奇数のドリミコードをリンク先に特殊召喚し、相手が発動した効果を無効。さらに、うわ、クーリアさんエロい、えっ、全員、えっ、このデッキイラストアドティアワン、マジで。さあ、そしてランクにしますか、リンクにしますか。ちなみに攻撃力が今、2400以下のモンスターが発動召喚無効にして破壊しますよ。クーリアさんとピットライトアーリーの効果によって、今クーリアさんの、効果でスケールが300×8、 要は、2400以下のモンスターが発動した効果、破壊するって効果がありまして、でピタダーリーのリンク先でクーリアさんの効果発動するんで、それが無効になるっていう、その発動した効果かな、相手の。だから今モンスター効果を無効にして破壊っていう効果と、あと墓地から支援のトガ姫持ってくるっていう効果があるんですよね。で、相手のカード破壊するっていう特殊召喚したらモンスターが、だからまだここの盤面で僕2妨害残ってるんですよ。強くないですか。これ強いでしょ。あー、セイントレア、アーゼウスってことか。まあ、さすがにアーゼウスは無理だな。アーゼウスは出てくるんだとしたら、これ、ここで破壊しなきゃいけないんで、まあ、ちょっと一望が消えましたけど、まあ、ここで、トカ姫を爆破すれば、いや、多分止まるでしょ、これ、さすがに。はい。いや、もう手数出ないでしょ、相手。さあ、これが圧倒的トカ姫のムーブですよ。最強ムーブ。
下水橋の就航、まだ動けるの？いやもう無理だよね。え、これでさ、あのさ、クソ最強儀式魔法って言われたら、あぶねー、あぶねー。で、ちなみにピットナイトアーリー君は破壊されたら戻ってくると。これ強くないですか、この動き。この動きマジ強くないですか。で、縦にしてなかったら勝ちですよ、これ。はい。で、バトルフェイズ強いっしょ。妨害数結構すごいっすよね。このトガヒメとエレクサラムのコンボとピットナイトアーリーの動き、これね、マジでおすすめなんでね、ドレミコードを使う方はぜひね、ちょっと使ってみてください。トガヒメは非常にエッチ。いや、このデッキ、高校とか勝てんすか、これ。このデッキ、あ、ちなみに、僕はドレミコードだったら、ファンシアを押してるんですよ。ファドレミコードファンシアじゃん。なんでかっていうと、太ももがめちゃくちゃエロいからですね。なんですけども、ファンシアはデッキに入ってません。あ、ちなみにこのデッキ増殖するうちに打たれたらお祈りして止まらる以外は、ま、道ないんですけど、そマシンナーズリフォーメーションとかいうガチヤバカードは売られると思っていく。これマシンナーズも結構、マシンナーズっていうか無限起動ですね。無限起動マシンナーズ結構強くなったんで、アライズハートロードローラーあたりが結構なんだろう、新しい展開に加えられるようになってね、ちょっとその辺の動きをお見せしていければ動画でと思ってるんですが、ゴライアス、なるほど、ゴライアス出てきた。で、ゴライアスからの、リンクに、パレスティック。あ、OK、OK、OK、了解。いや、まあ、でもこれ、エクシーザンなんかあんまできなそうな感じするけどな。どうだろう。ギアボックス。多分なんか、一応、あ、でもブルータルドーザーいいのか。ブルータルドーザーから一応動けるか。まあ、でも、そんなになんかやばい動きはできなそうな気がする。キャンサークレーン、超設置、サーチしたところでも何も起きなくね、それ。ブルータルドーザー入ってないのかな。あー、オーバードライブ。なるほど。なるほど。割とそれギャンブルムーブしてない?大丈夫?割とギャンブルムーブしてるよね。確定ムーブはなんか蹴って、ギャンブルムーブしてないか、それ。キャンサー、はあ、はあははあ。リリース、ゴライアス、で、キャンサークレーン、特殊召喚、どうぞ。で、調節展開が一応サーチできるんですよね、これ。アウトリガーエクスパンドだっけな、読み方。はい。で、これランク5されたらやばいか、普通に。ランク5されたら終わる。あぶねえ!これランク5されたら普通にね、無敵アライズが出てくる。まぁ、ちょっと、まあ、無限の方よ、無限方よじゃねえ。無限起動の、デッキでやるわ。その辺は。なんかワンチャンある、これ。誘発あんのかな?とりあえずデクレアラディバイナーを召喚して効果発動で、デクレアラディバイナーの効果によって墓地に叩き、あー、うららか。いや、うららは無理だな。うららは普通にちょっと止まっちゃうんで、これ破壊打つしかないですね。これ増時って言われると僕もきついです。ワンキルできるか。でもワンキル、まあ展開力あれば一応貫通してワンキルすればいいか。もし増時打たれたらワンキルするわ。で、密航からのヒエラルキア、いや、無限機動だと、その大した誘発入ってないでしょ。多分、うらら増時、まあ、入ってて無限砲呼び扉でしょ。なんとかなんじゃないかな。なんだこれ。何置き?とりあえずヒエラルキア効果。無限砲呼だったら撃ってるよね。墓穴、墓穴だ!墓穴か。やばい!あ、そっち?あ、そっち?あ、そう。あ、そっちなんや。なるほど。いや、宣告者の巫女かと思ったわ。え、これね、多分普通に大丈夫だよ。じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫。なるほど。じゃあね、これこうだね。で、キューティアちゃんの効果、キューティクルな効果、そして、で、非常にキューティクルなため、ドリーミアを、ピクトに変えていく。で、スケール発動しちゃっ、あー、でもエレガンさんとか。エレガンスとハルモニアがある場合は、もうなんか普通にこれスケール派揃えちゃっていいんじゃないかな。どうせ、旧スケールにできるんで。なんで、こうして、てかさ、これさ、なんか、クーリアのスケールさ、なんか、クーリアじゃねえや、キューティアのスケールなんか9とかにならない?何も効果発動しなくても。クーリア出せないんだけど、このまんまだと。普通だとね。まあ、今回ハルモニアあるからいけるんですけど。で、エレクトラム爆弾させて、で、エレクトラム効果。エレクトラムの効果で、まあ、これアストログラフですね。これはいつものムーブ。で、
ドログラフを回収していく。で破壊するのはクーリアでよくて、でクーリア爆発させてアストログラフで、クーリアが破壊されたんでアストログラフが出てきて、でアストログラフでクーリアを、もう一枚回収できると。なんか割とペンデラム触ったことある人だったらドレミコードなんて余裕だろうね。まあ、僕ねそんなにペンデラム触ってきてないんですよ実は。まあ実はっていうか、まあ僕の動画見てれば分かると思いますけど、なんかほとんどペンデラムテーマ出てこないでしょ僕のでチャンネルの動画って。なんでかっていうとね、ペンデラムテーマが苦手だからなんですね。テキスト量が多すぎて一旦ビヨンド出しに行くか。一旦ビヨンド出してなんか回収しよう。まあ、多分相手誘発も多分ないので大丈夫です。で、ビヨンドザペンジャン、多分無限保養あったら伏せてると思うから、多分保養もなくて、エフェクトベイラーも多分この誘発の感じでなくて、だからもうあと自分の展開投手に行けばいいだけだと思うんですよね。グレーシアちゃん可愛いから出しとこう。で、ハルモニア効果発動して回収、あ、違う、回収こちら。でもこのフィールドはもう強いよな。エクストラデッキから回収しながらスケール上げれるから、めちゃくちゃ強い。フィールド魔法が3積みまであるけどね。まあじゃあフィールド魔法だけだと何もしないから、あれなんだけどさ。で、ハルモニア効果発動するじゃないですか。で、そうするとこのペンデラムスケール の数字上げれるんで、で、これ9にして、よっしゃ、行くぜ！揺れの魂のペンデラム、天空にかけ、幸せの枠、ペンデラム召喚、現れろ、音楽を奏でし、最強のペンデラムモンスターたちよ。クロノグラフも出てきて、で、さらに、ミコも出てきて、で、グレーシアちゃん、さあ、クーリアちゃん、召喚ムービーどうぞ。さあ、ビヨンドザペンデラム効果、キャンサークレーン、あ、これ2枚破壊したらできないの、これ必ず、うざ、あ、そうなの、やべえフィールドの方か、あ、そうなんだ、やべえ、これ必ず2枚の知らなかった。ビヨンドの効果、ちょっと普通にペンデラムやべえ、すいません。で、クーリアちゃんの効果発動しない。グレーシア効果でもう一回ハルモニア持ってくればいいから、まあまあ、関係ないという話はね。で、ハルモニア持ってきて、で、爆発させて、バロネス出して、はい。まあ、あとは適当に殴ったら勝ちか？はい。バロバロバロネス出して、で、リンクさん、まあ、ドレミ、グランドレミコードクーリアちゃんはさすがに出そう。いけ！グランドレミコードクーリアパイセン、バックダウン！エッチだな、全モンスターエッチだわ。まあ相手がなんか割と事故ってくれたから勝った説あるけど、これなんかやってる感じさすがになんかちょっと高校弱えなとは思ってます正直。はい、まあ、やっぱペンデラムテーマってむずいわ。ドレミコードなんかイラストアートマジ高くて使ってるテンションは上がる正直。他のペンデラムテーマはそんなになんか思い入れもないし、僕はね、個人的にはね、なんかまあまあまあ強いねぐらいの感じなんだけど、ドレミコードはなんかちょっとテンションが上がるね。まあ本当はファンシアを採用したかった、太ももがエロすぎるから、理由はね。ウチルコッジやばいな、ウチルコッジ使うデッキにログラデッキないとおばあちゃんが言ってたぞ。はい、なんですかこのクソみたいなデッキは。まずウチレルコーチ使ってる時点で普通にあれだからな、手札マイナス1しからな相手。それでも何それ、わかんねえ、何これ、事故ったとかそういう話、奇跡の事故ある。はい、なんか遅延してんな。あー、うぜえ、魔法カード使えんくなった、うざすぎるマジで、うざす、トラップトラック、やばやばい、前半でスコアも飛んでくる、うわやばい、うわお手軽最強コンプラ、うわうわあえ、あれなんか光ってる、何、ああダークルームか、あ、一応ダークルーム出せんだえ、これ覇王もゼロある、あーあるんだ、なるほど、あー、じゃあ一応ワンチャンあるかないか、さすがにワンチャンないか、さすがにバトル数しかいんだけどやることな、ちょさすがに手札1枚から動けるテーマじゃない、スペンデラムテーマは。ちなみに
ちなみにこれは全然無理っすね。まあお祈りするしかないっす。そう、ハワイの魂とね、あのトラップトラックの2枚だけでハンデスが決まるようになったんですよね。前半ですがめちゃくちゃ強いんですよね。ヤタガラスやばいやつ来た、やばいやつ来た、ガチやばいやつ来た。でもなんか俺攻撃力ちょっと勝ってるけど大丈夫、これ手札3枚何それ、アドラの残りの、どういうこと？